さってことでね、入ってきましたけどね、あのね、良かったですよ。あの、いい意味で、あの、当初の予測を思いっきし、裏切って、くれるぐらいにいいお湯でした。湯自体も良かったですし、天然温泉ですね。うん。で、そう、案外こっちの神田の方って、温泉施設がね、あんまりないよっていうね、悩みがあったところだったんですけど、ここは本当によくって、で、施設はね、まずね、綺麗で、めちゃくちゃ綺麗、特に浴槽周りめちゃくちゃ綺麗で、あ、混んでるのか。そう、まだね、お客さん入ってくるんで、ちょっと私ももう駐車場出そうかなと思いますけど、こっからどうしようかな。鬼怒浦道路の方に行こうかな。今の時間から室崎の方行ってもね、もう何もやってないと思うんで、鬼怒浦、トンネルの方をね、くぐっていくようなルートで行こうと思いますけど、ちょっと道中でちょっと感想なんかも話しながら行きます。いやー、そう、混んでるんですよね。駐車場混んでるけど、浴槽はね、そんなにね、ギチギチではないです。全然、あの、足をドーンと伸ばしても、周りも全然気にならないぐらいのスペースは取れますね。うん。ここはあれですね、あの、どうも、あの、お食事施設やってる丸葉さんっていうところが、やってるらしいんですけど、丸葉って聞いたことある。なんか、半田の方でなんかやってますよね。ここ以外に。どっかで見た気がする。多分、あの、亀崎行ってきた時とかじゃないかな。間違いじゃなかったらね。うん。ってことで。で、施設自体は新しくて、まあ新しいもそれもそのはずで、ここね、ちょうど1ヶ月前の12月にリニューアルオープンをちょうどしたところらしくて、あ、マルハ食堂はマルハ食堂で、あの、そっちから、入り口があるんだ。だから食堂だけの利用も気軽にできますね。あの、中通ってってね、あの、食堂を利用したいんですけどっていうのもね、いいですよっていうところもありますけど、別でね、もう食堂食堂で入り口が分かりとれば、ありがたいですよね。で、それもあってかな、鍵自体は、しかしこれは、このちっちゃい看板だけなんで一瞬分かりませんけどね。これはいいところを覚えた。いいところを見つけたな。なんで気づいたかというと、さっき、クラペチーノをね、ちょっと飲ましてもらってたんですけど、そこにね、案内地図があって、そこのところにね、近場の温泉施設案内みたいなのが書いてあって、書いとったら、あ、間違えた。違う。鬼怒浦道路に行こうって言っとったら、こっちに曲がってしまった。よし。どっかで追い返そう。街中の商店って感じだ。で、何だったっけ？あ、そう、温泉施設かね。まず綺麗。まあ、何してできてまだ1ヶ月ですからね。っていうのもあって、めちゃくちゃ綺麗だったのと、ドン付き？これもしかして。このままじゃダメだね。このままじゃダメだ。あ、これで先のところに戻ってくるんや。ほほ。わかみにくいけど、まあ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 。これで先のところに戻ってきましたね。はい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 。いや、いいなぁ。その、何がいいって、まず、さっき途中で寄ったパーキングエリアも、ここもめちゃくちゃ綺麗だし、そのパーキングエリアもパーキングエリアってなってますけど、ちゃんとお食事もできるね、ところなんで。ちなみに、アグイのパーキングエリアのところは、ホットドッグとかも売ってました。軽食が買えるって感じでした。クレープなんか売ってるらしいです。
だから、がっつり食べたいんだったら、ラーメン屋さんとか入ってる、田所商店とか入ってる、オーブの方がいいかもしれませんね。うん。だから、どっちもね、綺麗。とにかく、設備が綺麗だし、何か言ってね、もうね、3施設ともね、トイレが綺麗。めちゃくちゃ綺麗。ここもその12月に書いた時、多分新しいトイレに書いたんでしょうね。むちゃくちゃ綺麗。もう。断言します。これはいい。このルートいいぞ。正直、ただ走りに来ただけだったけど、正直、その、取れ高的にはどうかわかりません。暗いところずっと映してるだけではないんで、あれなんですけどね。あのね、一人旅としては非常にいいプランですよ、これ。うん。何がいて、その、まあ、温泉入ってたんでね、結構ちょっと半身浴みたいな感じでずっとちょっと長居してたんですけど、だいぶ喉が復活しました、おかげで。言うて、その、ね、風自体はだいぶ、ね、もうあれなんですけど、3日4日ぐらいが、ピークで来とったんであれでしたけど。咳込んどったせいで、やっぱ、気管支がちょっとね、まだ腫れてるところがあるんでしょうね。そこでね、ちょっと痛かったんですけど、ずっとね、半身浴で、湯気をね、ずっと吸っとったんで、めちゃくちゃ回復しました。なるほど。加湿器って有効なんだってことをね、改めて感じましたね。なるほどね、と。いや、これはね、よかった。で、ね、施設自体で言うと、あとは何だっけ、あ、そう、ロッカーの鍵預けて、浴室の、脱衣所の鍵と交換するタイプですね。で、帰りに、それ返すとっていうやつなんですけど、別にバーコードでピッてやって、帰りにまとめて生産とか、そういったような機能がついてるわけではないですよ、という、あれですね。牛乳とかも売ってるんですけど、それは別途、また現金で買うっていう感じでしたね。みたいでしたね。で、